今ね、私の後ろ、こちらがね、バコロドのね、KTV です。まあ、中は結構暑かってね、女の子、マニラと比べれば落ちるかな。これは仕方ないです。ただね、店の作りや雰囲気は、なんかとてもなんか暗くてね、雰囲気ありました。じゃあ次行ってみようと思います。さあ、この辺がね、すべて KTV らしいです。まあ、日本の繁華、歓楽街とはちょっとイメージがね、違うようですけど、店がね、離れててね。今見ます、建物ですね、右側。これコンドテルというね、ホテルらしいです。その右隣にあるのがね、どうもディスコがあるらしいですね。右隣ですね。はい。このホテルの右隣です。クンドテル。この辺がね、ディスコいっぱいらしいですよ。向こうのチカチカしてる方に行ってみましょう。4000ペソ。ポッキリで、後でドリンク攻撃がないだけ、まあ、あれ切って飲めるんかな、1時間。ねえ、これ、飲み屋が、バーがいっぱいあるんですよね。ちょっと一回りしてみます。どうもね、これみんな車で移動してる。しないとね、歩くには密集してないから。ここは何屋さんだ。いや、KTV? おう。いや、ブロガーだってさ。ちょっとね、この周り一回知ってみます。いっぱいあるね、バーがいっぱいあります。うん、ここはまあ普通の、ここ何さんだ。ここもバーですね。バライブバンド？ビデオ、オッケー。オッケー。ビデオ。ブロガー。How much? How much? A beer, yes. コーラ、only. コーラ。Only 70 pesos. オッケー。お、いいね。Start at 9 10 11 12.
バンドの店ですけど、カラオケもねやってるんです。のね、私が一番お気に入りの店タイプですね。これはたくさんお客さんが来てね、本当にね、バンドの人には大変お世話なんです。いや、ここはコーラ1本75ペソめちゃめちゃリーズナブルなお店です。さっき言った店はね、1時間3700ペソ4000ペソかな。まあ、女の子いるいないいや全然違うと。でもね、私は女の子いなくてね、こういう自然なお店、フィリピン人がね、好きで通うような店、こういう店を一軒でも多く行きたいなと思ってるんです。いや、それでもね、カラオケ皆さん、歌ってるやっぱりあれですね。
ゴールデンフィールドミュージックバー。こちらの店は飲んで歌って踊れてと3拍子揃ったバーで、料金はコーラ70ペソ、アルコールは100ペソくらいだったと思います。日本のバーに比べて随分とリーズナブルに感じるでしょうが、外国人の場合はどうしても見知らぬ女性が近づいてきたりします。そして話が盛り上がり仲が良くなるとドリンクをおねだりしてきます。特に要求に応じなければならないルールはなく自由ですが、一人で飲むより二人の方が楽しいという場合もあります。そんな時ドリンクを一杯ご馳走するのですが、この店の場合はワンドリンク350ペソ、日本円で875円。これも個人の自由ですので、一人で楽しみながら飲むのもあります。フィリピン、いろんな地域で飲み歩きましたが、一般的なお話だと思います。ゴールデンフィールドミュージックバー。This bar is a bar where you can drink, sing and dance, and the price is 70 pesos for a Coke. I think the alcohol was around 100 pesos. Compared to bars in Japan, you will feel that it is much more reasonable, but foreigners will inevitably be approached by women they do not know. And when the story gets lively and you get along well, you will beg for a drink. There are no particular rules to comply with, and you are free to do so, but sometimes it is more fun to drink with two people than to drink alone.At that time, I treat myself to a drink, but in this shop, one drink is 350 pesos. This is also a personal choice, so you can enjoy drinking alone. I've been drinking in various places in the Philippines, but I think it's a common story.早速女性からアプローチを受け、楽しそうに振る舞う島アイランド。ついついいい気になりドリンクをご馳走してしまいます。それでも350ペソくらいだったら問題ないと納得するのでした。 Island Island is immediately approached by a woman and behaves happily. I can't help but feel like I'm going to treat you to a drinkStill, if it was about 350 pesos, I was convinced that there would be no problem.
taxi. Taxi go? Huh? Taxi go? Taxi okay. Have a good day. Oh.トライシケルさん、うん、周りすごいですよ、ライブばっかりですよ、すごいとこだなこれ。ラピエルさん、イエー、バイバイ、 See you。 またお腹ピーピーできた、すごいなこれは、すごいとこだな、面白い。めちゃめちゃ、さっき言った Z ね、最後までご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for watching until the end. If you like the video, please subscribe to the channel.